あ、見えてきたぞ。で、あれ、目的地ってあの島で合ってるのか？はい。でもこの島、町どころか村も見当たりません。つうか、家が一軒もねえぞ。無人島なんじゃねえか？そんなはずは。あれ、山のてっぺんです。するけど魔物なのか？違いますよ、 B さん。きっと誰かの寝息です。どうなってんだ？うわあ、まるで雲みたいです。ひょいーん。ひょいーん。セロカルテ殿が使わした気功師か。わしはエスタリオラと申す者。お返事どころじゃないです。普通に会話しちゃってますよ。ふえ、器用なじいちゃんだな。どこかに仕掛けでもあるのか？
話せば長くなろう。立ち話も失礼というもの、わしの住みかへ案内しよう。失礼だと思うぞ。まあまあ、どうせ本を運ぶんですから、小屋に着いたらゆっくり聞かせてもらいましょうね。そっちではない、こっちじゃ。え？な、なんだこりゃ、どうなってんだ？はあ、これって戦場ですか？さよう。ここは白雨戦争時代最も苛烈を極めた戦場の一つ。ちょっと待てよ、白雨戦争なんて大昔の出来事だろ。そんなことあるわけねえじゃねえか。いや、可能じゃ。当時を生きた青少女の記憶の中であればのう。青少女の記憶の中？そんなことって。さあどうした、若き貴空師よ。これしきのことで驚いておる場合か。待っておるのはさらなる悲劇ぞ。の記憶の中に今私たちがいるって。本当だよな。それに姿が見えねえってのも不気味だしよ。案ずるな。我が契約主である青少女は攻撃行動を一切取らぬ。あたかも百科事典のごとく、この世の事象を記録し再生するのみ。辞典のような？そんな青少女聞いたことないです。ならば試してみせよう。答えよ、この少女とトカゲの名は何と申す？ふん、この者たちの名は、小さき獣は B、 青髪の少女はルリアと申すか。おい、おいらはトカゲじゃ。あれ、入ってんぞ。 B だよ、おいらは B ってんだ。わあ、すごいです。その通りです、ルリアです。だが油断せぬことだ。こやつはこうして世界からデータをくすねておるのだからな。くすねるって
どういうことだ？接触した者の情報を得て知識を蓄え、ここで延々と繰り返される疑似戦争に役立てておるということじゃ。こやつはかつて敗北した白雨戦争のやり直しを求めておってな。次こそは勝利できるよう、ありとあらゆる可能性を試しておるのだ。そこまでして何のために？全ては星の民でも空の民でもない、こやつらカードに宿る聖少獣のためだけに存在する新世界を創造するためだ。ちょっと待ってくれよ。そんなものできちまったらオイラたちはどうなんだよ。無論そうなれば我々も世界も全てが怪人にキスであろうな。そんな、困ります。絶対にダメです。案ずるな。わしはその野望を打ち砕かんためにこうしてここにいるのだ。すげえぞ弟じいちゃん。それでどうすりゃいいんだ？それは、新たな依頼を。おい、じいちゃん。当たり前ですけど、グランサイファーも見当たりませんね。なあ、信じたくねえけど、あの弟じいちゃんの言ってること本当みてえだぞ。このカード、私何か嫌な感じがします。聖少獣の怖い感じが。やっぱりすんげえ怪しいぞ。だってこのカードが光ってオイラたちここに来たんだよな。よくよく考えたらこのカードお前に渡したのあのじいちゃんじゃねえか。出口を探すのは諦めて、おじいさんのとこに戻ってみましょう。にゃんにゃん、ようやくわしを信じて依頼を受ける気になったかの。おい弟じいちゃん、おいらたち気づいたぞ。なんとなく巻き込まれちまったみたいな感じで話してるけどよ、本当は全部じいちゃんが仕組んだことだろ。って寝たふりすんじゃねえ。ごまかそうったってそうはいかねえぞ。ありゃ、バレちまったか。おじいさん、お願いです。ここから出してください。何度も外に出てるおじいさんなら出る方法知ってますよね。確かにわしは自由に出入り可能だが、それができるのはこやつとの契約者たるこのわしだけじゃ。聖少獣と契りを交わさぬ何時らでは同じようにはいかぬ。
それじゃあもう外には。どうしてこんな意地悪を。許されよ。こうでもせぬ限り何じらは依頼を受けてくれそうになかったのでな。だがわしの新たな依頼を完遂すれば、何じらは間違いなく外へ出られる。本当ですか？依頼を受けたら本当に出られるんですか？天地神明に誓って約束しよう。わしが命にかけても何じらを外へ出す所存である。わしの依頼は至極単純。先ほど何じらがやっておったように外へ出て戦いに参加してほしいのじゃ。え、戦いに参加ってそれだけですか？星照中の計算は完璧であるが、計算する対象が計算外であった場合、それは毒となる。こやつの計算に取り込まれた毒は、知らず知らずのうちに全ての計算を狂わせるという算段じゃ。要は外からやってきたこいつが活躍すればするほどいいってことか？いかにも。何じらが戦い勝てば勝つほどこやつは苦しむことになろう。結果こやつの演算は失敗に終わり、新世界創造の野望もついえる。これが何じらが唯一実行可能なこの世界からの脱出法である。なんかよ、すっかりうとうとじいちゃんのペースだけどいいのかよ。もう受け入れちまってるけどよ、あのじいちゃんなんで眠ったまま喋れるんだ？喋れるだけじゃないみたいです。食べたりお勉強したり普段通りの生活ができるみたい。それに怖いんです。あのおじいさん触れると肌が氷のように冷たくて。え、それってまさか。聞きたくありません。振り返れば貴様との出会いも因果なものであったな。活
つてわしはとある王国に仕え、王宮専属の魔導士として少しは名の知れた人物であった。魔導研究一筋のつまらぬ人間だったが、法律研究所で万里一空の真理を探求する姿勢は相応に評価されていたのだろう。と考えておったのはどうやらわしだけであったようだ。わしは知らぬ間に清掃の駒に使われ、わしの研究はすべて剣謀術数の道具でしかなかった。そんなこととはつゆも知らず、わしはいつの間にやら反王族派の首謀者にされてしまう。それに気づいた時にはすでに遅く、人質に取られていた妻の遺体の前で、ただ己の愚かさを嘆くだけであった。その嘆きはやがて狂おしいほどの憤怒にとって変わろうとした。このままではわしは狂気の淵に落ちてしまう。黒い劇場が全身を蝕んで、かつてない旋律を覚えた瞬間、わしの体は不随意に禁忌を求めた。王が人心掌握に利用し、政治を欲しいままに操るべく取り寄せた禁忌の研究素材。アーカルムの聖鐘銃に手を伸ばしたのだ。承諾、世は汝の全てを肯定する。さあ小さき者よ、世と契りを。こやつの節制の力は即座にわしの憤怒と競争の情を制御した。妻の遺体を前にしても、まるで眠っているかのごとき穏やかな冷静さを保持することに成功したのだ。いや、正確にはわしは本当に眠っていたことになる。バカな。翌朝、わしが目を覚ました時にはすでに王国は灰烬と化していた。あれはまんまとしてやられたわい。わしの体は自由が利かなかったが、まどろみの中で夢でも見ておるかのごとく貴様の所業を記憶しておる。貴様は試運転をしたのであろう。わしの体を奪い、人知を卓越した大魔術を施させ、一夜にして国を滅ぼしたのだ。肯定する。わしは感情を節制されたのではない。もっと別の何か、わしにとって大切な何かを節制されたのだ。してアーカルムの獣よ、年々
少しずつ死した妻の顔に似てくるのは皮肉のつもりか、それとも貴様なりの気遣いとでも言うつもりであろうか。気のせいよの、貴様がそんな人間らしい感情など持ち合わせておろうはずがない。わしもまたいつの間にやら随分と貴様に似てきた気がする。いや、それもまた気のせいか。晩鐘に触る、よって応ぜず。この世の終わりを予感したわしは世を捨て隠遁生活に入ったのだが、一度目の同棲はここではなかったな。そう、あれは山頂の小屋であった。もっともわしは貴様を研究対象としか見ず、貴様もわしを自称のひとかけらほどにしか見ていなかったが、克服したはよいが、いささか時間がかかりすぎたようだの。さて、魔術暴発の恐れもなくなったし、久方ぶりに王都へ行ってみるか。ことなのだ、いくらなんでもこんなものは。なるほど、この常時睡眠体質に
何やら原因がありそうだの。老体となったわしであったが、王とはさらに老体となっておったといったところか。やってくれおったな、アーカルムの獣よ。わしが愚かであった。この異様なるダミ、もっと早くに気づくべきであったのだ。なぜ睡眠したまま目覚めることなく、されど明瞭なる精神を保持し、覚醒時と同様の言動が可能であったか。それを考えればすぐに至ったはず。わしの身体的特異と時間的差から推論すれば、一つの断りにたどり着く。貴様の力、節制は時間を抑制する。だが時間そのものを止めるわけではない。生物が持つ寿命という断りを否定し、命の流出の方を止めるのである。この極限の抑制により、常時睡眠なる形で仮死状態を作り出し、わしはほぼ無限の命を手にしたのだ。肯定する。何が肯定するだ。貴様が肯定せねばならぬものはもっと他にあろう。わしは必要最小限の生命活動の中で高純度の精神進化が促されていった。わしはこれを自律抑制術式と名付けた。貴様の施したこの術式は、人知を超えた高次の魔導力を理論上無限に高め得るものであった。そうじゃ、わしが手に入れた無限大は命だけではない。器に満たされていくこの魔導力もまた。さあ答えよ。一体わしの中にはいかばかりの力が蓄えられておるというか。万象に触る、よって応せず。いいや、答えてもらおう。百有四年の歳月を経て、貴様がわしに蓄えた力、どうするつもりだ。万象に触る、よって応せず。ならば質問を変える。契約主よ、わしは水亀か。肯定する。貴様が両の手に持つそれのように、水がわしに満ちるのを待っておるな。肯定する。その水で何を望む。万象に触る。貴様の夢と関係があるか。隠すな、分かっておる。新世界創造のため使うのであろう。肯定する。
だがその中身は語らず、そう言いたいのだな。肯定する。つまらぬ予測の拉致ないじゃ。貴様はすでにわしの問いに答えておることもわからぬか。あの世、わしが、いな、貴様が王国に施した術式を思えば、およそ推測の息を出まいと言っておるのだ。だが、ただでくれてやるつもりはない。わしは物言わぬ水亀ではない。思考し、思考する大魔導士、エスタリオラ。この水亀の中の水、貴様が使うとは限らぬぞ。はあ。わしが恐るるは死などではない。風化し忘却される記憶の方じゃ。貴様の顔を見ても何ら心を揺らさぬ水亀となり果ててしまうこと、わしはそれこそを恐怖する。我が妻を殺された時のこと、ありありと記憶しておるというのに、何の考えもわかぬ己に戦慄する。苦悩も後悔も憤怒も悲哀も、およそ人ならばあって当然の感情が、貴様どこへやった。このわしに一体何をした。貴様と時を過ごせば過ごすほど、わしは感情を失っていく。はじめはこれが悟りの境地かともうぬぼれたが、すべてはわしを水亀にする算段であったのだろう。大勢よ、アーカルムの獣、テンペランスよ。わしは知っておる。貴様は感情を事実に分解し、ただ一つの事象に還元するのだろう。妻を奪われたわしの悲哀は、生物学的メスの別、生命活動の停止、腐敗の深度、法的見地による婚姻制度の執行、その他様々な学術上の定義へ還元され、わしの誰よりも大切であった女は無味乾燥な事実群になり下がった。万象に触る。核も苔にされておきながら、あふれぬ涙の、わかぬ血の、なんたる無様よ。表情を一つ変えることのできぬわしの顔は、さながら貴様そのものか。返せ、わしの感情を返せ。あの時
妻の亡骸の前で抱いた怒りを、溢れた悲しみを、尽きぬ恨みを返してくれ。肯定する、肯定する、肯定する。何時ようやく肯定するか。己が愚かさを、己が弱さを。世はさようなる汝をば肯定せん。さらば王然、矮小にして愚昧の輩よ、汝に王然。なんだと。水亀は満ちた、望み通り解散。汝が捨てた感情の一切を。飲まれよ、情動の激流に。憎い、憎い。横暴なる王が、愚かなる己が、全能なる貴様が、全てが憎い。あ、ダメだ、正気じゃねえ。もう力ずくで止めるしかねえぞ。
波に乗るぞ。祝福の光を。見事だ、若き貴空師。さあ、こやつの夢はついえた。なんじらはテンペランスのカードを使い、早々にここを立ち去るがよい。わかりました。ではおじいさんも一緒に。いや、わしにはまだこやつの夢の始末が残っておる。さあ、時間がない。早く行かれよ。そんなのダメです。だったら私たちも。さらばじゃ。運命をもて遊ぶ心なき星の獣よ。小さき忍者の矜持、とくと見届けよ。矮小にして愚昧の輩よ。世がこれしきの火に焼かれるとでも思うたか。すでに事切れておったか。なんたる脆弱、なんたる詐称。矮小にして愚昧の輩よ、大義であった。このまま深き眠りにつくを許そう。深き、深き眠りへ。これ以上ここにいてもおじいさんは帰ってこない気がします。ああ、そうだな。船に戻ろうぜ。新たなる水亀よ、何時はいかなる水を満たす。世は何時が拒むいかなる感情をも歓迎せん。矮小にして愚昧の輩よ、何時の器の大きさを見誤るなかれ。What?
らっしゃい。冒険で手に入れたトレジャーとこれらの品をいただければご用意できそうです。どうしたんだ、ルリア。なんだかカードの力が弱まってるみたいなんです。カードの力が弱まってるだって、それはどういうことだ。わかりません。でもあの事件があった時にはもっと強い力をカードから感じてたんですけど、今はまるで割れてしまった水瓶から中身が流れ出してしまっているような。もともとこのカードは弟じいちゃんが持ってたもんだしな。こいつが弱ってる原因はオイラにはわかんねえけどよ。弟じいちゃんの命を使って新世界を作ろうとしてたやつだぜ。それを弟じいちゃんは自分の体を張って止めようとしてあんなことに。はっきり言ってあんまりこいつには関わりたくねえな。また新世界創造とかいう物騒なことを企むかもしんねえし。そうですね。大勢を小さき獣を従え、青の少女と運命を共にせし者よ、世に大勢を。わあ、いないんだ。世の生はもう長くは持たん。不完全な獣として生を終えぬうちに何時らに告げん。生を終える？ちょっと待てよ、何のことだ。あの池の後からオイラたちがいくら呼びかけても反応なしだったのによ。世のみにあらず、アーカルムシリーズの一切の獣はワールドにより作られし存在。元は別の青少獣であったヨラは白空戦争で滅びている。その朽ちた体よりコアを取り出し現在の姿へと再構築したのがワールドである。
帯同する世界を名乗りし、アーカルムシリーズの始祖。ナンジラは一度ワールドと開港しておろう。ってことはアマルティアで会ったあの絵画野郎がワールドだってのか。青少女が青少女を作るなんて、あいつそんなやべえやつだったのかよ。ワールドに作られしアーカルムの青少女は、世も含めワールドには抗えぬはずだったが、世の実は朽ち始めた。それと同じくしてワールドのくさびもまた外れた。くさびが外れた。世とちぎりを交わせし、小さき者の感情を喰らい続けたことで、世とやつに運命を共にする因果が生じたことに起因する事象と考えられる。世もまた小さき者の魔力に食われておったのだ。世の肉体と魂を移し世へとつなぐ器であった賢者なき今、世が移し世にとどまるる刻はわずかもなし。そんな。どうしたんだ、ルリア。さっきテンペランスさんはエスタリオーラさんと運命を共有したって言ってました。ああ、そう言ってたぜ。それならおかしいです。どういうことだ。だって運命共同体なら、一方が死んでしまったなら、その時にもう一方も死んでしまうはず。でもテンペランスさんは生きています。確かにそうか。ってことはもしかして弟じいちゃん無事かもしれねえのか。わかりません。でもエスタリオーラさん言ってましたよね、テンペランスさんは百科事典のようにこの世の事象を記録し再生するって。テンペランスさん答えてください。エスタリオラさんはまだ生きているんですね。お願いします、答えてください。エスタリオラさんは生きているんですよね。肯定する。やっぱり本当かよ。けどあなたにはエスタリオラさんを救う力がない。肯定する。世の余力もなし、キャツの命の灯火ももうじきに消えゆく。散ゆく運命に抗う術はなし。なんだよそれ。そんな、だから諦めて死を待つなんて。
よ。諦めるなんてダメです。じいちゃんもまだ生きてるんだろう。お前の使命なんてオイラたちには分かんねえけど、お前だってワールドから自由になったんなら生きればいいじゃねえか。されど汝らを再び写し世へ戻す力は世には残されておらぬ。心中する覚悟で参るというならば送り出そう。愚かで拙き者よ、汝らに運命を変える力があるか星に示してみるがよい。ここは？おい、誰かいるぞ。なぜ妻を手にかけた。エスタリオラさん、これは。このままではベランスよ、法事よ、わしの心、黒き劇場を沈めてくれ。承諾。世は汝のすべてを肯定する。さあ小さき者よ、世とちぎりを。あれはまんまとしてやられたわい。わしの体は自由が利かなかったが、まどろみの中で夢でも見ておるかのごとく貴様の所業を記憶しておる。貴様は試運転をしたのであろう。はあ、わしの体を奪い人知を卓越した大魔術を施させ一夜にして国を滅ぼしたのだ。肯定する。わしは感情を節制されたのではない。もっと別の何か、わしにとって大切な何かを節制されたのだ。してアーカルムの獣よ、年々少しずつ死した妻の顔に似てくるのは皮肉のつもりか、それとも貴様なりの気遣いとでも言うつもりであろうか。聖少獣に作られた聖少獣とは不安定な獣じゃな。ワールドに作られ、ワールドの思想を実現するための駒の一つに過ぎんことにも気づかぬとは愚かで哀れな獣よ。貴様の力、節制は時間を抑制する。
だが時間そのものを止めるわけではない。生物が持つ寿命という断りを否定し、命の流出の方を止めるのである。この極限の抑制により、常時睡眠なる形で仮死状態を作り出し、わしはほぼ無限の命を手にしたのだ。肯定する。何が肯定するだ。貴様が肯定せねばならぬものはもっと他にあろう。わしは必要最小限の生命活動の中で高純度の精神進化が促されていった。わしはこれを自立抑制術式と名付けた。貴様の施したこの術式は人知を超えた高次の魔導力を理論上無限に高め得るものであった。そうじゃ、わしが手に入れた無限大は命だけではない。器に満たされていくこの魔導力もまた。今のって弟じいちゃんとテンペランスの記憶だよな。ベスタリオラさん、じゃあ何か今もじいちゃんは瀕死の状態でどこかで命を節制されて生きながらえてるってことかよ。ここは見覚えがあります。じいちゃんに依頼されて戦った白雲戦争の戦場じゃねえか。見てください、誰かが倒れてます。これも記憶の一つでしょうか。じいちゃん、おい、こんなんで本当に生きてんのか。どうすればいいですか。やべえぞ、テンペランスのやつ、もうここを保つ力もねえみてえだ。水の語り、送ります。you
よかった。少しは意味があったみたいです。やるな、ルリア。でも油断はしてらねえぞ。仕掛けていました。この指の動きも何か意味があるのかもしれません。そうかもしれねえ。カードをじいちゃんの指に近づけてみろ。なりながら私たちを助けようとしてくれたんでしょうか。じいちゃんはどうだ。大変です。出血がさらにひどくなってます。わしは生かされたのか、彼らの手によって。肯定する。貴様も彼らに救われたのか。肯定する。星の獣よ、わしと貴様は一心同体か。肯定する。わしが死ねば貴様も死ぬか。肯定する。一蓮托生、いな、死なばもろともじゃな。妻の顔によく似ておる。優しく穏やかな顔をしおって。世は何時から喰らった何時の心を映し出す。
なんじゃと？その顔は貴様が食らったわしの心を映しておったというのか。それがわしの心か。おい、弟じいちゃん、気がついたかよ。おじいさん、よかった、目が覚めて。なんじゅら。なんじらがわしを死の淵から連れ戻してくれたのか。もう痛いところはありませんか？平気ですか？こう生きながらえては恩に着るしかなくなるの。なんだよ、じいちゃん生き返って嬉しくねえのか。すまぬ、じいのたわごとじゃ。もう何ともないぞ。少女よ、心配無用じゃ。それならよかったです。よく聞いてくれるかの、アーカルムシリーズの秘匿を。ああ、そのことなら知ってるぜ。こいつから聞いたんだ。ワールドってやつがアーカルムシリーズを作ったんだろ。ああ、そうじゃ。じいちゃんが目覚めたら言おうと思ってたんだけど、テンペランスはワールドの呪縛から解放されたんだってよ。だからじいちゃんはもうこいつの野望を止める必要はなくなったんだぜ。なんじゃと？だからよ。仲間じゃと？若き貴空師よ、そして小さき竜と少女、何じらも聞いてくれ。何じらがわしの力を必要とするならば、いくらでも力添えいたす。この大恩を返すことなど、残りの寿命を鑑みてもかなわぬことだと思えども、拾ってもらった老いぼれの命、恩人のため、世界のために使わせてくれ。あ、よろしく頼む。じいちゃん、誰かのために命を使うなんてダメです。もう仲間なんですからね。どの口が言っておる。わしを救うために危険を顧みなかったのは何じらの方ではなかったかの。それは。おお、そうじゃ。こやつもワールドの魂胆を潰すために役立ってもらうことにする。こやつとわしは一蓮托生。こやつらの魂胆、みすみす見逃すわけにはいくまい。わしは
アーカルムシリーズの賢者となった因縁がある。どちらかの命ついえるまで打倒ワールドのために奮闘することを誓おう。わしは大魔導士エスタリオラと申す者。忍者と侮るなかれ。